Apex の新シーズンでは、シアという新レジェンドが追加されましたね。彼は全ての能力がめちゃくちゃに強すぎるので、リリース直後はかなり賛否両論ありました。っていうか、今もあります。個人的にはゲーム会社によってゲームのバランスを保つ方法は千差万別なので、あれはあれで問題ないと思っています。例えば、ドタ2というゲームでは強すぎるヒーローが出てきたら、それ以外のヒーローを同じくらい強くするような調節がされますし、パスオブエグザイルというゲームでは強すぎるスキルは完全に破壊するような調節がなされます。Apex を作っているリスポーンは、とりあえずゲームに実装してみて強くしたら弱くして、弱くしすぎたら強くするっていう方針なんじゃないかなって思っています。それはそれとして、シアーは今でこそマイクロドローンを使って敵をアクティブに探知するというレジェンドになっていますが、開発段階では全く違うアビリティを持っていたらしいです。開発段階では、シアは音をテーマにしたレジェンドとして考案され、音がテーマのレジェンドの持つアビリティとして、まず考えられていたのが音グレネードだったそうです。音グレネードを投げると、状況に応じてニセの銃声や足音を発し、それによって敵を混乱させることができるというものであったそうです。しかしもし音グレネードを実装すると、バトルロイヤル中のプレイヤー60人全員が全ての音に対して、今の足音はシアの音グレネードかもしれないと思うようになってしまうため、実装は見送られたそうです。アルティメットとして考えられていたのは、今と同じく球体のアリーナを作るといったものだったようなのですが、敵の位置を探知するのではなく、球体の中に音をすべて閉じ込めるという能力だったそうです。中から外に音が漏れないため、漁夫の利に対するカウンターとして考案された能力らしいのですが、Apex というゲームはかなり音に頼ったゲームでもあるため、それも廃案になったとのことです。音がテーマのレジェンドというアイディアを捨てた後は、地雷グレネードを試してみたりしていたらしいのですが、最終的に今の形に落ち着いたみたいです。まあ、そういうわけで Apex のシアの過去のアビリティの紹介でした。面白かったらチャンネル登録お願いします。それでは、また今度。